寝る。時差ボケ対策で寝ます。時差ボケ今回も全くなかったです。飛行機の座席の下に敷くシート、空気を入れるクッションがあるんです。朝シャワーを浴びてその後にティーを飲んだりするのが大好きなんですよね。今回ですよ、サッカーショップで買ったお土産ですかね。グッズはミュージカルでもサッカーでもたくさん買っちゃいますね。もう一生ロンドンに来れません。もうここに来れればいいかな。Google Pixel Presents Another Sky。